はい、どうも、タクタクです。火の元キタンというゲームをやっていきましょう。はじめから、火の元。日本のことかな？いや、違う。次は、火の元、終点、火の元です。なんか、駅名みたいだね、火の元。街の名前かな？お降りの方は、お忘れ物なきよう。わぁ、バスこれ。良い旅を。可愛らしいビジュアルだな。バスなんだな、食べ物はな。ちょっと変わった感じ。あ、動ける。など旅人。持ち物は何もない。セーブ。なんか、いいね。可愛らしいゲームだね。これ何？あ、バス停かな？そういうことか。火の元こっちに行けみたいな。なんか、あ、ここ、通りゃんせみたいな BGM 流れてますね。ファミコンっぽい BGM。綺麗！マップがとにかく。え、俺どこに行けばいいわけなんで、これ。お魚屋さんか、これは。食堂。ん？坂上忍。何ここ。入れないけど。これ調べ、これが？なんだこれ、なんだこれ。ん？え、どっか入りたい。あ、なんか誰か、あ、違うわ。マネキン的なことか。ん？謎の。あ、なんかいる！こんにちは。え、何？何？警衛官？あ、何何何？警察官かな？読め、ちょっと字がわかんないな。これ読めないな。俺人探しているんだ。彼の話を聞きますか？はい。俺人探しているんだ。見てないか？血まみれの男。え？そうか、見てないか。それが狂人がこの辺りにうろついているかもしれないんだ。そいつ昨晩商店街で刃物振り回していたから、牢にぶち込んだんだけど、もうやべえやつだな。呪文つぶやいてたと思ったら自分の舌噛みちぎって脱走したんだ。どうやってそれ、ちょっと呪文をと、何つぶやいていたと思ったら自分の舌を噛み切って脱走したんだ。なんもつながんねそういう呪文なのかな。何しでかすかわからないから早く捕まえろってお上が騒いで、俺ら、これなんか、読めない感じ。字が読めない、これ。そもそもが。借り出されたんだよ。だから商店街に人がいないってわけ。ちょっと、変わったフォントで読めないな。もし見つけたら、音なるべく出さずに逃げて。じゃあそういうこと。音出さずに逃げて。いるかな？あ、宿屋だ、これ。多分。なんか、ドラクエ、いた、これでしょう。うわー、あー、甘い。あー、まおい、あー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 。どういうこと？うわ、指名手配の男が死んでる。旅人、お前が捕まえてくれたのか。え、違う、勝手に死んだ。何かに襲われているようだった。それってお前の後ろの、お前なぜ平気でいられるんだ。え、後ろ。ああ、お前気づいてないのか。お前これから時間はあるか。用がある。俺の部屋までついてこい。ああ、それをほっとけ。どういうこと。死体処理は俺の仕事じゃない。しかるべき場所に報告したから直に片付く。展開が早いな。こんにちは。俺、秋市？お前は、などっていうのか。そんなことはどうでもいいんだ。早く話、済ませたい。これ見て。スクラップブックを受け取った。おう。なんか左の写真気になる。日の元では一定の周期で同じような事件が起こっている。呪文を唱える舌を切り落とし、発狂した挙句死に至る事件が。謎の事件だね。もののけの類と聞いていたが、こうして見ると、名伏がたき何かって感じだ。あの狂人、刃物振り回して捕まったことは、言ったっけ？言った。追われてるから牢に入りたいと奴はずっと言っていた。自ら。でも何に追われているのかは言えないの一点張り。今ならわかる。俺も。言えないって答えるしかない。これ人には形容できないんだ。あ、この人は見えてんだ。スクラップブックを返した。これお守り。これ渡すため
呼んだんだ。受け取ってくれ。古びたお守りを手に入れた。それさえ肌身離さず持っていれば今すぐ殺されることはないと思う。多分。でももし牢に入りたくなったら刃物振り回したりしないで俺に言ってくれ。それじゃ話は終わりだ。そういうことでよろしく。今度会う時までなどお前が無事だといいが。アイテム取得。お、古びたお守り。背後の意志を、阻むもの、拒むものか。裏には呪いの言葉びっしりと書かれている。ん？プログラム株。あ、なにこれ、終わったの？え？終わった。エンド1。終わったね。ということ、バッドエンドってこと？ん？続きから。あ、バッドエンドだったくせえ。持ち物。え、でも持ち物取得したって言ってたよ。え、どういうこと？ちょ、違うとこ行ってみましょうか。こいつをかわすことは、できないのかな？ちょっと待って、ちょっと待って。一回戻ってみる、これ。話しかけてみようか。うん。すげえ逃げてくれ。逃げたよ。かといってどこに行くこともできないし。エンド1。エンドとは一体だよね、もう。あっち行けない。どうすりゃいいんだ、これは。もっとほんと最初の方に戻んなきゃいけないとか。もしくはこの日の元を後にするとかね。いけんのかな？あ、いけないか。え、じゃあもうこれどうしようもないってことか。いるもんね、だってね。これ行ったら、ああ、イベント始まっちゃうもんね。ちょっと、もう少しあれだ。あっちの上の方行ってないから、ちょっとこの男に話しかける前に上に行ってみるわ。ここだよね。ここの上を行ってみます。うわ、なんか違う雰囲気のとこに来たな。ここは何なん？ああ、など久しぶりだな。近藤。彼の話を聞きますか？はい。ああ、など久しぶりだな。お前さんが教師を辞めてからだから、もう何年にもなるか。そうだ、久々だし、神社さんへご挨拶に行こうか。神社さんでいいのかな、これは。え、全然ちょ、このフォントがちょっとわかりにくいな。そこのおじさん、ユナと遊ぶ近くの子か、見ない顔だな。あのな、おじさんたち、これから神社へ行くんだよ。だから遊ぶのはまだ、また今度な。神社に行くの？それなら近道があるのよ。特別に案内してあげる。ありがとう、ありがとう。大丈夫？あ、おい、仕方ない。ついていくか。おう。近藤、など。と、あ、教師なんだ。この間、通ってたよね。なんか、随分荒れてんな、この辺。ケンケンパがありますね。大丈夫？そこ神社じゃないよ。これが、これね、ヨナンが書いたんだ。ここから神社に行けるんだよ。ただの落書きじゃねえか。おい、冗談に付き合うほど俺たち暇じゃねえんだよ、ジョーちゃん。信じてくれないの？じゃあいいよ。え、黄緑のおじさん行こう？え？お？嘘だろ？行くか。行けんのかな？あ、行ける。マジかよ。ふふん、だから行ったでしょ？近道だって。神社さんにご挨拶していくんでしょ？そしたらヨナンと遊んでよ。仕方ねえ、乾杯だ。遊んでるよ。やったー。大丈夫なの？この神社は。違う神社じゃないの？ねえねえ、おじさん、おみくじ引こう、おみくじ。ああ、いいけどよ。ちょっと待ってろ。よし、引いていいぞ。わーい。ああ、なるほど、なるほど。そういう仕組みだ。大吉だ！すごい。どれどれ、おお、よかったじゃねえか。俺も引くかな。などもどうだ？おみくじを引いた。お前も大吉か。俺も大吉だ。このおみくじ本当に大吉以外入ってんのか。怪しいところだな。ねえねえ、おみくじ引いたし、かくれんぼしよう。おじさんたち用にね。ん？あ、かく、あ、もう一発で分かっちゃったんだけど。かわいいな。じゃあ、ここだね。見つかっちゃった。じゃあ次ね。まだ飽きないのかな。
またかくれんぼ、これは。ん？いなくね？あ、いた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 、ここだ。見つかった。なに？じゃあ次ね。いつまで続くの？このかくれんぼ。エンドレスかくれんぼ、まさか。どこだ？あ、いた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 。え、それは見つかるでしょ。満足して帰れ、お嬢ちゃん。そろそろ日が暮れるぜ。そろそろ日が暮れるから、お家に帰らなきゃ、ね。嫌なんね。日のある時間しかいられないの。お家がないから。だからここでさようなら。どういう意味だ？おい、ヨナ。おじさんたちはまっすぐお家に帰ってね。今日は楽しかったよ。ありがとう。何？どういうこと？あの子が実は神様だった的な。なあ、など。俺、夢見てんじゃないよな。俺たち、ジョージャンと遊んで帰ってきたんだよな。あ、待って。なんかドラム缶の横にお嬢ちゃんみたいのがいる。おい、ヨナンじゃないか。ヨナン！こいつはもう。でも、この手の大吉のおみくじ、間違いなくヨナンだ。こいつもう死んでたのか。アイテム取得。え？大吉も、え？もう取ったはずのやつがないけど。大吉おみくじ。思い出とともに、丁寧に折りたたまれたおみくじ。見るたびに、天真爛漫の少女を思う。え、この辺を押すとどうなるの？ダメだよね。これを選ぶと？あ、エンディングになるんだ。え、どういうシステムなのこれ。4話まであるってことか、じゃあ。え、でもこれ、撮ったなぁと思ったものがないんだけど。どうやっていけばいい感じ？でもまたタイトル画面に戻ってくんだよね。ほぉほぉほぉだよ、これは。またこっからか。あっち行くとイベント発生しちゃうし、ここはこれで発生しちゃう。あ、こっちも行ける。あ、でもここ神社だな。神社にまっすぐ行くと、うわ、ボロボロ？え、ボロボロ？こっち行けんのかな？あ、行ける！どこや、ここ。神社ボロボロだったね。え、じゃあ行った神社は何だったの？すごいなんか、彼岸花みたいなのが咲いてますよね、あっちこっちに。バスのとこにもあったし。え、これもしかして無限ループ？じゃないわ、よかった。こっちかな。川を下って、ん？大丈夫か、これは。あ、ここ渡れない。渡れないね。ちゃんと叱るべき場所に。あ、誰かいる！誰？もう、いないね。今週話しかけてみよう。キツネ。おい、そこな人間。お主じゃ、どこへ行く？この子の話を聞きますか？はい。どうしてこんな山奥におるんじゃ、道に迷ったのか。当てもなく来てみました。まあ、よい。お主、我に一つ頼まれい。取ってきて欲しいものがある。我はここを離れられんのだ。頼みたいものというのは、な、桜の花びらが入り用なのじゃ。そいつを取ってきて欲しい。聞けば町中にあると言うではないか。我はここを離れられん。お主が桜の花びらを持ってくるのをここで待っておるからな。おう、じゃあ、取ってこみましょうか。ワープできないっていうのがあれですよね。ルーラ的なので帰りたい。対岸には渡れないのかな、これ。なんか渡れそうな雰囲気もあるけど、あ、こっち行けるのか。あ、行けないようになってんな。浅瀬、なんか、あ、キラキラしてるだけか、ブクブクしてんのかなと思ったけど。もとなしく桜の花びらを取ってこよう。これで多分3つ目のシナリオが回収できると思うんだけど、あと1つはどこなんだろう。こっちは神社の奥でからだったよね。どっか他にもあんのかな。あれか、ちょっと、壊れた感じの、なんていうんですか、錆びれた感じの街の、どっかにあるんじゃないかな。こっち側とか、あ、行けるようになってる。なるほど。四つ目はあっちですね。オッケー。じゃあ、桜の花びらが、多分、この辺だよね。あ、これかな？うん。桜きれいに咲き誇っている。桜の花びらを手に入れた。オッケー、じゃあこれで戻りましょう。よっしゃ、持ってきたぜ。帰ってきたかい？いやはや遅かったな。例のものは取れたのか。桜の花びらを渡した。
これじゃ待ち望んでいたぞ。長かった、実に長かった。これで人間になれる。ほう、人間じゃなかった。もう狐って言ってたからな。え、誰、うまこにも、あ、じゃあ孫にも衣装か。孫にも衣装かの、かわいいか、はっは、彼以外に言われてもちっとも嬉しくないの。彼が教えてくれたのじゃ。あの世にはどんな境もないと。長かったこの年月、本当に長かったぞ。ようやく我も人間になれた。人間でなければ死ぬこともできぬ。これまで本当に長かった。これで晴れて彼の嫁になれる。この人のもとへ行けるのじゃ。お主のおかげじゃ。礼を言うぞ。お主、名は何という。などか。ふむ、ではなど、これは礼じゃ。受け取ってくれ。お、カッパの妙薬を手に入れた。え、カッパだったの。キツネって名前のカッパ。まあ、紛らわしいな。それさえあれば何でも立ちどころに治るという。死以外はな。我は今幸せじゃ。であるからにして、お前、お主の幸せを願おう。お主に幸あらんことを。え、死んだ。通報ご苦労、助かったよ旅人。ただの心中事件だと思っていたら、どうやらそうでもないようだ。さっきの人だね、これはね。体の身元っていうのかな。どうやら、裏黒いところのある金持ちらしい。少年やら少女やらを遊郭から買い取ってひどいことをしていたらしいんだ。問題は少年の方でな。戸籍によれば俺より年寄り。というかもう死んでいるはずなんだ。ん？カッパの妙薬。カッパとやらからもらったらしい妙薬。死以外の病気をすべて治すという。なんか不思議な話だったな。またこのエンディングだ。よし、じゃあ最後は、荒廃した町の左側に行けば、違うのが回収できますね。これもしかしてあれなのかな？エンド回収を順番にやると全部一気に繋がるのかな？じゃあこれ大丈夫なのかな？カウントされてんのかな？エンディング4つ目として。あ、間違えた。ここじゃないわ。ここだね。ここからまた行くわけだ。うん、ここだね。この奥に行くと、ここなんかすごい機械っぽい。お、誰かいる。何屋さんだろう。 あ、いらっしゃい。いいところに。そこの男子ちょっと手伝って。彼女手伝いますか。はい。ピアノだね、あれね。腕しびれてもう限界。ふわぁ、もうダメかと思った。君、その子をお店の中まで運んでくれる？え？え？入ります？それ。どうやって入れたん？あ、なんかいる！かわいいのが上に。ありがとう、助かったよ。寺子屋からここまでは依頼人が運んできてくれたんだけど、中に入れようとしたらこのありさま。君、名前は？などって言うんだ。ようこそ。え？雪田、雪、せつだどう？この読み方わかんない。続きだよ。続きさんって人。よろしくなど。この子が気になる？君、妊娠したオルガンを見るのは初めて。妊娠したオルガン？ん？全く意味わかんない。オルガンっていうのは、鍵盤を押し鳴らす楽器のことで、え、それは知ってる？オルガンは妊娠するのかって？そりゃ、楽器も家具もみんな恋をしたら妊娠するよ。間具合がないと妊娠できないのは動物くらいなものじゃない。え、生まれてくんの？オルガンがちっちゃい。わかんないけど、この子はね、寺子屋に行ったんだけど、いたんだけど音が出なくなっちゃったからうちに運び込まれたの。うち修理はやってないんだけど、こういう事情なら話は別。いい機会だし見学してく？めったに見れるものじゃないしね。じゃあこっち来て。その代わり手伝って。はい、これお皿持ってて。え、どういうことなの？お皿？ねえ、君、女の子の仕組み知らないでしょ。教えてあげる。よーく見て。女の子の仕組みがわかるの？オルガンで。子供ができると体が守ろうとするの。全機能をそこに集中させる。だから音が鳴らなくなるんだ。なるほど。
妊娠中のオルガンだから音が鳴らないのか。うん、納得できるかい。じゃあちょっとどういうことなのそれは。ホルンなんかは手突っ込んじゃえば、うん、諦めるんだけど、オルガンは取り出すしかない、ないね。ん？これだ。など、おさらかして。はい、おしまい。え、なに？オルガンの赤ちゃん？お疲れ様、どうだった？いい経験になった？それはよかった。え、オルガンの赤ちゃん見たい。普通はもっと時間かかるんだ。でも彼女が抵抗しなかったからすんなり終わった。きっとこの依頼をしたのが自分の好きな人だってことに気づいたんだろうね。よくわからない？そういう考え方もあるってこと。否定しないであげてね。など、手出して。これ君にあげる。オルガンの子供を手に入れた。綺麗でしょ？ちゃんと形になってるのは珍しいんだ。よっぽど思いが強かったんだね。そろそろ、ん？立つ？そう、時間取らせちゃったね。うん、気をつけて。またのお越しを。困ったものがありましたら、セッタ島かな？ようこそ。どうぞ。アイテム取得。オルガンの子供。オルガンの子供、爪で弾くと音がする。握りしめるとゾッとするほど温かい。これ4つ全部回収しました。これなんか大きいのかな？こういう方法以外ないですよね？エンド回収は。え？これはいい？はい！ということで、4つともやっていきました。なんか不思議なお話ばっかりだったな。というか、これ、4つやったけど、なんだろう、アイテム取得で、アイテム欄でもはてなーとか、ちょっと、なんだろうね。なんか俺のやり方が悪かったのかな。でもまあまあ、4話分詰め合わせたお話だっていうような感じだったので、そのままなんですけど、特に何かアンロックされるわけでもなくね。うん、なかなか不思議な世界観でした。なんだろうね、日本を舞台にしたちょっとファンタジーみたいな、そんな感じだったのかな。はい、ちょっと僕、わかんないや。詳しい情報持ってる人も教えたらぜひ説明欄で教えてください。というわけでご視聴いただきありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。